人も夢を見てるのかな。おそらくはそうであろう。あの文字だらけの世界か、あんまり得意じゃないな。不満を垂れている暇があればとっとと片付けるぞ。はい。
やつも白は何まだ遠いのかな。建物が大きすぎて距離がつかめないよ。どれだけ大きいんだろう。あるいはただの幻か。Your touch, your heart,
Thank you.
なんだか大変だったね。あの景色、どこかで見たような。もう勘弁してよ。助けていただきありがとうございました。どこかで見たことがあるような不思議な夢だったな。Thank you.
やつも同じか。この人おそあのThank you.
この人も遅あの不満を垂れ、はあ、何か言うことある？次は迷路は勘弁してもらいたいな。まったくだね。これでもう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ。もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。皆さん、どうもありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。では、ありがたくいただきます。本当にありがとうございました。
村はどうだった？まったく言葉にできないくらい素晴らしかったよ。そいつはよかったな。ポポルさんのところに戻ろう。神話の森のことを報告に行かないと。変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど無理してない？平気だよ。ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、きっとただその計画が今少し滞っていて心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら？もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人がここ数日仕事に来ていなくてね。心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわかるはずよ。うん。水路か。船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。シロは浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。
最近は母さんのこともあまり口に出さなくなりました。お兄ちゃん。なんだ。本を読んでくれる？あ、後でな。今お客さんが来てるんだ。何かご用ですか？武器の強化ならいつでも受けたまわりますよ。ありがとう。何？武器の強化ならいつでも受けた。ありがとう。何か武器の強化ならいつでも受けたま。ありがとうございます。Can you hear me?
この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと心臓を患っていてね。そうか、ちょうどジョンと一緒に行っちゃったんだね。そういえば探してたジョンが最後に加えていた葉があるんです。これはじいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。まさかジョンはこれを知って取りに行っていた。そうか、あんたには世話になったな。これ少ないけど取っといてくれ。主人思いのいい犬であったな。天国でもじいさんとジョンは仲良くやっているかな。ああ、きっとそうだと思うよ。そうに決まってる。いらっしゃい。毎度。失礼、うちのせがれを見かけなかったでしょうか。いや、それらしい人は見なかったけど、どうかしたんですか？探さないでくれって置き手紙を残していなくなったんです。もう村の外に出てしまったのかもしれません。あの、もしよければ息子を見つけたら知らせてもらえますか？風変わりな帽子をかぶっているんで割とすぐに見つかると思うんですが、報酬は弾みます。わかりました。家の人が心配してるって伝えておきます。
なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。あなたが水路を整備してる人？ポポロさんに言われてきたんて。ああ、もうダメだ。何か厄介なことに巻き込まれそうだぞ。もうしろってば。一体何があったんですか？実は妻が家出したまま帰ってこないんだ。もう一週間も音沙汰がなくて心配で何も手がつかなくて。それは大変だね。なら僕も探すのを手伝うよ。え？本当かい？うん。奥さんの行方に思い当たる場所はないの？いや、ただ妻はよく酒場で友達と飲んでいたくらいで。じゃあ僕はその人に話を聞いてみるよ。そうか、助かる。妻も僕と同じ赤いカバンをつけているから、そのことを話せば通じるはずだよ。同じカバンを身につけるとは奇妙な夫婦であるな。いわゆるペアルックってやつだよ。これは結婚記念に買った思い出のカバンなんだ。それなのに僕があんなことをしたせいで妻は落ち着いて、すぐに奥さんを見つけてくるから。妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。こんにちは。赤いカバンの女の人を探してるんだけど。なーに、彼女がどうかしたの？家出したみたいで行き先を聞いてないかな。あら、あの夫婦また喧嘩したの？懲りないわね。近頃はここに顔を出していないから居場所は知らないな。そうね、釣り具屋に行ってみたらどう？そこの奥さんとよく世間話をしているみたいだから。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなたよく見ると可愛い顔してるわね。一緒に飲んでいかない？僕はまだお酒飲めないんだ、ごめんね。こんにちは。赤いカバンの女の人を見てないかな？あの奥さんね、言われてみると近頃見てないわ。そういえば前に町の外へ出かけるって言ってたような。町の外、わかった、ありがとうございます。家の外に行ったとなると見つけるのに骨が折れるな。うん、魔物に襲われたりしてないといいんだけど。